とことんやりこむ、どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。さあ今日はですね、ラントくんの新しい変身、ディープシャドウギャラクシーの必殺技メダルですね、入手方法をやりたいと思います。3つありますね。水星ランス、ユニバースブラスター、オーロラスマッシャーですね。ではまず水星ランス、これの入手法を見ていきましょう。の前に水星ランスどういう感じなのか見ていきましょうか。水星ランスはまあ一番最初から入手してるやつですね。一番最初から持ってる必殺技になるんですけども、こういう感じです。水星ランス、まあ、前方に向けて槍を発射する感じですね。はい、高ダメージを取れますし、範囲も広いので使いやすいです。で、水星ランスの入手場所2つね、見つけました。1つ目がゾロゾロドロイドですね。ゾロゾロドロイドはデイリークエストですね。デイリークエストの、まあ、これだよね。今日の注目ミッションで、出てるやつにあります。機械の獣かな？なんとかの機械の獣っていうやつがあって、それのノーマル、超、極。まあ、どれでも出ます。まあ、極で入手すると、まあ、レベル500近いやつが出ますので、強力な必殺技になると思います。そしてもう一箇所出る場所が夜の学校です。夜の学校のボスではなくて、雑魚戦ですね。夜の学校の雑魚戦で入手することができます。なので、この学校内で戦っても出ますね、昼間の学校で。でもまあそれじゃちょっと効率が悪いので、夜の学校を回るのが、いいかと思います。そちらおすすめですね。はい。で、これが水星ランスの入手場所です。では、続きまして、これ、もう一つの必殺技。ユニバースブラスターですね。斬撃で小さな銀河を生成、敵を時々暗闇にする。ですね。どういう必殺技なのか見てみましょう。ユニバースブラスターは、まあ、そうね、強いかっていうと、そうでもないです。ぐるぐる回って、ちょっと先まで進んでいく感じですね。いきます。これです。まあ、当たり判定は3回って書いてあるんだけども、近距離で当てても3回当たらないね。2回が。限界かもしれない。3回ってあんまり俺見たことない。基本密着状態で打っても、2回しか当たらないので、まあうまいことすれば3回当たるのでしょう。はい、これがユニバースブラスターですね。ユニバースブラスターが出る場所、まず1つ目、まあここで受けれます、デイリークエストですね。とはトアに巻きたるなんとかの螺旋ですね。トグロスです。トグロスと戦うと、入手することができます。まあ、トグロスは5区までいますので、まあ、5区と戦うと400半ばぐらいの、レベルのやつが入手できます。そしてあとはフィールドで入手できますね。まず1つ目がここ、学園東エリアですね。この学園東エリアあたりで、雑魚敵から入手することができます。まあ、入手確率は結構低めかな。俺もたまたま入手したんですけども、ここは、入手難易度低めだけども、まあ一応出ます。で、そして最後、ここ、キャンプサイトですね。キャンプサイトでも入手することができますし、もちろんこの、キャンプブームですね。このクエストで、入手も可能です。まあ、この5区に行こうと思うと、ちょっとね、ボスが強いので、マルチでね、行った方がいいです。まあ、マルチで行った方が、高レベルのメダルを入手できるので、そっちでもおすすめなのでね。
はい、まあ、とりあえずこれがユニバースブラスターの入手方法となります。でそして最後ですね、最後オーロラスマッシャーです。7回ぐらい切り刻むんですよね、8回か。オーロラのごとく美しい奇跡を描きつつ敵を切り刻むです。まあどういう必殺技なのかちょっと見てみましょう。オーロラスマッシャーはこういう感じですね。意外と打ち込むスピードが速いので隙はねそんなにないです。隙はそんなにない、ただそこまでダメージも出せないのでおすすめはしないですね。これです、これ、今のが、オーロラスマッシャーですね。であれの入手方法なんですけども、事実わかりません、わからない。もうこの1週間もういろんなクエストやらで、ね、フィールドやらで戦ってみたけどもどこでも1回も出たことない、1回も出ない。でもなんで持ってるのかっていうと、これねガチャで出しました、ガチャ。うん、多分ねどっか出る場所はあると思うんですよ、出る場所はある。で俺がね今ちょっと思ったんだけども、もしかするとよ、もしかすると俺ここではね戦ってなかった、新しくできたフィールド、この雪原エリア、ここもね、まあ何回か、2、30回は戦ったけども、もしかするとここ、このね白キリンとか、あともう一体これか、取り調べ屋はここの限定の敵なので、こういうやつだから出るのかもしれません、もしかすると。うん、この雪エリアなんで、まあオーロラと結びつきますよね、なのでもしかするとここで出るのかもしれない、もしかするとですね。はい、まあもしも出る場所わかる方いたら、コメント欄書いてください。まあ俺はちょっとね1週間いろいろ回ったけども、まあ結局ガチャでしか、入手することができませんでした。多分どっかで出るはずなんだよね、どっかで出るはずなんだけども、ちょっとすいません、今のところガチャでのみしか入手はできておりません。はい、ということで今日はラント君の新しい変身ディープシャドウギャラクシーの必殺技ですね、このメダルがどこで入手できるのかやってみました。まあ実際のところね、実際のところ一番使えるのは水星ランスです。うん、これ俺間違いないと思います。うん、むしろこのオーロラスマッシャーとユニバースブラスター結構使いにくいです、使いにくい。なのでもう水星ランス4つで全然いいと思います。はい、それが俺の今のところの結論なんですけども、まあ後々ねこの必殺技が強いっていうのがわかるかもしれませんので、まあ入手しておくのもいいと思いますので、はい、やってみてください。ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。